初めて一般のお客様に見ていただく日になりましたので、早速今のお気持ちを踏まえまして皆さんからご挨拶をいただきたいと思います。まずはこの方からいきたいと思います。門脇麦さんです。皆さんこんばんは、門脇麦です。今日は足を運びいただきましてありがとうございます。初めてお客様に見ていただけるということで、あ、ようやく見ていただけるんだなっていう気持ちと、気に入っていただけるといいなっていう、こうドキドキした気持ちと、両方の気持ちが今あります。楽しんでいってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして長谷川博己さんです。今日はありがとうございます。尾行される、石坂という編集者の男を演じました。役といえどもずっと尾行されてすごい嫌な気持ちでした。見ているお客さんの、ある種のそういう覗きたいけどそういうのはちょっと隠しておこうっていう、そういうなんか気持ちをですね満たしてくれるようないい作品になっていると思います。今日は最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。続きまして須田まさきさんです。須田まさきです。僕は実質3日ほどしかこの作品撮影してないんですけれども、なんかすごく自分が今まで出演した映画とは違う居心地の良さを感じている作品で、すごく自分にとって大切な作品で、試写でこの映画を見させていただいたときに初めて自分自身がお客さんとして楽しめた映画です。なので楽しんでいただけると幸いです。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてリリー・フランキーさんです。よろしくお願いします。本当にこの映画なかなかこうどういう映画ですかって聞かれて説明するのが難しいんですけど、サスペンスの要素あったり恋愛の要素あったり そして人間ドラマあって、でも本当に今日これからご覧になっていただけたら、あ、すごい面白い映画見て、でもなんか帰り道道を歩いてる人の心の裏を探りそうなというか、そういう岸監督のなんか執念がこう作り出した映画なので、ぜひご覧になって帰り道どんよりした気分になっていただきたいと思います。ありがとうございました。そして数々の良質なドラマを手掛け、ついに映画監督初となりました岸義行監督です。皆さん今日はお集まりいただきましてありがとうございます。数々の良質なドラマを作った上で、初監督させていただき、良質な映画を作らせていただきました。本当にこちらにいらっしゃるキャストの方、それからスタッフ一丸となって作りました。ちょっと不思議な映画に仕上がっていると思います。いろいろ、言いたいことがたくさんあると思いますので、口コミでどんどん広げていただけると嬉しいです。今日はよろしくお願いします。どうもありがとうございました。そんな感じでね、大学生の玉が哲学的尾行をするっていうヒロインを演じたわけですけど、はい、尾行するシーンっていうのは実際にご自分で演じてみていかがでしたか？楽しかったですね。こうそれまでクランクインして初日2日目でこう須田君との恋人のシーンがあるんですけど、大体撮って非常に悶々とした日々を不安もあったので、ずっと大丈夫かなこれでっていう、それが尾行のシーンになった瞬間にとりあえず自分の演技のことは置いておいて、長谷川さんだったりっていうその尾行の対象に集中すればよかったので、なんて気楽にできるんだろうね。もんもんとしてたんだ。もんもんとしてました。不安でね、すごく不安で大丈夫かなって。違う、そういうことじゃなくて、そうだからいつも監督にも今日は大丈夫でしたかって確認してましたよねっていう、そういう日々を送っていて、でそう尾行のシーン私見てるだけで特に自分頑張ることあんまりなかったので楽しかったです。で見ていただければ分かるんですけど、こうちょっとこう
いざこざみたいのを長谷川さんと女性の方、相手の女性の方がされてるシーンとか面白くて面白くて、ニヤニヤしながら見てました。はい、そうですか。じゃあ門脇さん的には長谷川さんを尾行するっていうのは面白かったですか？面白かったですね。で、そう面白いんですよ。で、街とか歩いてて長谷川さん急に立ち止まって靴ひも直してみたりとか、なんかいきなりこうお店の中見てみたりとか、いろいろされるたんびにこうなんか顔隠したりとか、そういうのも楽しかったです。どうでしたか、その岸監督の現場っていうのを初めて、ね、門脇さん体験されてみて、はいはい、非常に居心地が良くて本当に幸せな現場でした。何でしょう、こう絵を撮るというより空気を切り取ったりとか、あとその瞬間出てくる生のものを拾い上げるっていう感覚の方が大きいのではないかなって思っていて、常に自分が目指したいところなので、それがベースにある現場に初めて出会ったので、なんか言葉にできないこと言葉にしてくれたみたいな感覚がすごくあって、本当に幸せな現場でした。はい、ありがとうございます。